ロセンズメトロドレシフェボルトガル語、メトロドゥレシーフェは、ブラジルの都市レシフェの都市鉄道である。しばしば、レシフェ地下鉄と言われることも存在するが近く感はない。1985年3月11日に、開通した。クバットにより、都市高速鉄道が2路線、VLT ドゥレシーフェというライトレール路線は1路線、運行されている。 リニュチェント路線のレシーフェカモレジービー間が1985年3月11日に既存の郊外鉄道路線を使用して開通した。さらにジャブワタオまでの分岐線の区間が1987年8月29日に開業しレシーフェジャブワタオ間の運行も開始された。2005年2月28日には林ュスル線が開通しレシーフェカジュエーロセコ間で運行開始。 途中、レシフェ、グアララペス、ジルベルト・フレイル国際空港を通過し、空港連絡鉄道となっている。VLT ドゥ・レシーフェというライトレール路線が既存の、鉄道路線を利用して2012年に開通。メトロド・レシフェと同じクバットによる運営である。2路線、総延長 31.5km、10駅が設置されている。狂気のメーターゲージで、ディーゼル車両による運行である。 カボカジュエーロセコ間とカジュエーロセコキュラド館の2、区間の運行となっている。800系800系電車電車は運転室を有する、動力付きの先頭車2両の間に、付随車2両が挟まれた4両編成で、車体はステンレスコーで作られており、座席はガラス繊維強化ポリエステル樹脂でできている。ドアは1両につき片側に4組あり、 客室の換気装置は2段階に切り替え可能で1時間に160回換気できる能力を持つ。1985年から1999年にかけて制作された。ありがとうございます。